どうもピョキンです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、キュートハッピーファンベイビートロールスということで、赤ちゃんは楽しく幸せで可愛いという意味なんでしょうか。ちょっと訳し方おかしいと思うんですけど、まあいつもの通りだね。そしてこのコースで気になったのが2つあるんだよね。まずタグにオートスクロールって書いてて、最速タイムが33秒なんですよ。まあスピラン系じゃないとは思うんですけどね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 今回速攻で開幕殺しあるんでしょうか。今日はなんもない感じか。じゃあここで一旦クリームを倒しておいて、なんか上でいろいろ変わってるけど、なるほど、この記録を取らなくちゃ先に行けないっていう感じかな。あ、ここも隠しブロックあるよ。もしかして投稿者ルートか。これは隠しルートなんじゃないか。どんどん上に行ってみましょう。ここでキノコを出したところでさ、絶対にこのブロックに引っかかるから取れないんだよね。そもそも隠しブロックあるしさ、右のハテナ叩いてみる。これなんだろう、バブルか。このまま上行ってみるね。そしたらスタあれ、あ、わかった、ここのハテナブロックなんじゃないの。ちょっと一旦やり直してあのハテナブロック叩いてみるね。最初にあのハテナブロックを、やるじゃねえか、こんなところに隠しブロックを設置しやがって。やっぱりキノコなんだね。このキノコを取ってさ、オンオフを変えて右の土管に進めるっていうわけだと思うんですよ。さあ行きますか。ここでブロックを壊して土管に入っていきましょう。次はどんな罠だ。うわ、ややこしいな、見にくい画面が。一旦土管入れるか。あ、入れるね。こっちが正解でやって頼む。この唇植物。じゃあこっからどうするかだよね。まあまず怪しいのがこの四角の枠、これ叩いてみようか。うわ、なんもなんないのか。で、ここでキノコが出てきて、一旦この右に進むみたいな。いや、どうしようもないやんか。どうすればいいのこれ。あ、なるほど、リートが来てくれてどんどん上に。詰めルートじゃねえか。もう分かったよ、一旦チビになってこの先に進まなきゃいけないと思うんだよね。なんで一旦ここでバブル出しておくじゃん。そしてもうどっか行ってて友達じゃんか、このバレ野郎が。そっちはまずここで最初にバブルを出しておいて、でオンオフをするでしょ。で、右下の土管の前で待機しておいて当たる。そんで土管に入れっていう感じなんだね。多分これで進めると思うんだけど、どうなんだろう。さあ行けるのか。間違えた。右のキノコを出さないでリフトに乗る。そしたらさ、ここ足場あったからさ、右に進めるっていうわけだね。さあこのボム倒していいんでしょうか。頭チャッカマンするよ、チャッカマン。これ右に行っていいのかな。上、それか。いや、上は丸々がいるじゃねえか。こっちは、あ、こっち行けるっぽい。で、このまま右の穴に落ちてくるみたいな。ナイス。こっからチビになるのかな。あ、なるほど、ここで右に進めるっていうわけだね。このブロックは、いや、なんかブロック叩くの危ないよね。ブラパが出てきそう。でも叩きたくなる。これはなんだ。ゴイ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 。さて、左下のワイヤー取ろうかな。あれ、怪しいよね。ここでワイヤーを取っておいて右に進む。これ合ってんじゃない。そしてこの土管に入る。来たよ、絶対来た、これ。そしてここで溶かして中間越えとけと。やった。なかなかスムーズだね今日。で、このまま右に行っていいのかな。でもこの下怪しいよな。しかもファイヤー出してきてるし、一旦下降りてみる。いや、やっぱなんもないよね。じゃあ下はなんもないっていうのが分かったんで、このまま上に行こうか。ちょっともういや、うまいな、ここのバネの出し方。ちょうど右に落ちるように設計されてんだろうね。じゃあここは下か上か。上行っていいやつ、こっちが怪しい。どうだ。ここはもう下以外ないよ。下に行って一旦この近くの枠が怪しいよね。これ叩いてみる。これはバブルか。そしてこの奥は、なるほど、ここでボム兵が出てきて右のドアに入れるっていうわけで、さあ進んでいきましょう。次は何があるんでしょうか。このブロックが怪しい。唇植物、これで倒せってか。はだじゃあここは花を出さないようにして一旦このメットを持っておこうか。そしてさ、右に投げろみたいなの書いてるよね。あれ信用していいのかな。どうなんだ、信用したいと思います。頼む、制作者たまに会ってて。なんでよあ、右下のこの旗
てな怪しいね。ここに当てればよかったのかな。この場所から投げる、そしてはてなブロックから伝わる。やっぱりそういうことか。いい洞察力をしてますね今日。そしてこっから左のドアに入っていきたいと思います。これが正解でしょ。いやまだワンチャンあるよ。この上が何かあるんでしょうか。ピアティ、僕思ってることがあって、このプラパの下に隠しブロックがあって、それを叩いてボム兵が爆発して上に行けるとか、そんなんじゃないのかな。ここで叩いて何もなかったらカットしておくから、この動画何もなかったね。じゃあここはおとなしくあのドアに入りたいと思います。このドアの先は何があるんだろう。なんか死体級っぽくない、これ違うのかな。このスターが溶けたらやられるしかないもんね。一旦右を進化してみようか。右を進化で抜けれる。中途半端でしょ、溶かすの。しかもこのドアも入れねえしさ。分かったよ、ここちゃんとバブルにさ、この氷を溶かさせておいたら問題なかったんだ。こっから右を進化しておくれ。そしたら先に進めると思うんだよね。ただ上のドアか、こっちか悩みどころなんだけど。これも積んだんじゃないの。一旦左行ってみ、左を進化しておこう。そしたらさっきの土管の方に行けるんだけど、ここで、なるほど、やっぱり P が発動したね。これで先に進めると思ってました。さあこっから最初の場面に戻ってきたけど、なるほど、これで黄色い土管の方に行けるのね。さあどうなってる。2つ目のチェックポイントはまだか。いや笑われてしまったけど、まだチャンスあるぞ。このボム兵が何か、頼むチェックポイントに会ってくれ。おつおつ、くっそ、通ると思ったのに、ラルって書いてる、これはやばいぞ、新耐久なんじゃないか。モログって書いてる。あ、ここでもやられるよね。いや今ので分かったよ、さっきモログパイプって書いてたじゃん。なんでここ右の土管じゃなくて上に行くのが正解なんじゃないかな。多分そんな感じだと思うんですよ。ほらピンポンって言われたでしょ。絶対こっちに合ってるよ。かけてもいい、僕のマリメ人生全てかけます。ならどこに行けばいいんだ。いや合ってる合ってる、こっちで合ってるよ。そして上に行ってこのドアに入る。よかった、マリメ人生死守しました。唇植物邪魔すんじゃねえ。じゃあここは左を進化してキノコを取る。これが正解だと思うんですよ。右の10個入りの方怪しいな。あそこボム兵とか出てきてなんか開くんじゃないの。うわなんもなんねえか。じゃあ一旦さ、この土管に入っていこっか。魚は無視しといていいでしょう。どこにいるかわかんないぞ。今どこにいた。あれ戻ってきたね。成敗されたでござるか。この右の土管が怪しいんだけど、あ、やっぱりこっちが入れるのか。こっちが正規ルートっぽいね。さあ進んでいきましょう。 B スイッチを押したら右の花が落ちてきたぞ。もう上に行くしかないのか。さてここは右か左、一旦右のキノコ取っておく。右のキノコ取っておいて、ここは壊れる。うわ壊れねえのか。じゃあ上に行った。これ待って、上ヒントになってるっぽいよ。あ、さっきの場所か。ピスイッチを押さないでキノコを取って、あの土管に入ればいいっていうことだったんだね。じゃあこっちはもう死体級の音じゃねえか。あのチョロップの大群にやられろってか。そういう感じでしょう、きっと。あ、でもワンワン出てきたよ。このチョロップの大群やられるの、いや絶対無理だよね。めっちゃ出てくるの早いもん。なんであのワンワンにやられた方が早いと思う。それじゃあここは出てくるキノコを取って右の土管に入っていけっていう感じだと思うんですよね。ちょっと今ピンスイッチ押されたけど、これ被弾は絶対しなくちゃいけないのかな。そんで次は、あ、最初と同じところだね。ここなんかこの先ファイヤー取っていけっていう感じだったよね。このポップがファイヤーみたいな。なるほど、ナイス推理力で、ここでファイヤー取っていけば先に進めるっていうことだと思うんですよ。この右に中間ポイントがあったんだけど、その中間ポイント取れなくない。あ、左上にある、左上でピードがある。あのピードが入らせて、頼む、なんで消えちゃうの。あのピードアに入らないけんの、前絶対。もう分かりました、こっからすぐ上に行ってピードアに入る、これが正解でしょう。さあどうなる。やったゴール。ちょっと待って、チビにさして、あ、チビさしてくれるんじゃないの。潰しすぎだって。
じゃあここはチビになっていったらゴールできるっていう感じだと思うんですよ。なんでこのつららに当たってチビの状態でビードアに入る、そしたら右に進めてナイスゴールだって。ビビッと頑張ってます。やばいぞこれは。頼む、残り1個あって、やった、危ねえ、ビビのせいがあってこの制作者。なんでそういうことすんの。これはゴールできないか、頼むゴールしてくれ。もう何人いんのよここに。頼むゴールしてくれ。どうなんだ、はにゃこっからジャンプしていけばよかったのか。いや、一旦隠しブロック出しておこっか。そしてこの上からジャンプすればいいっていう感じでしょ。さあこれでゴール、やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオは？というこのコース、説明文にクソゲーだなって書いてるんですよ。クソゲーなのか、このコースはクソゲーなのか、な、答えてくれよ。スラ ZZ 寝てんじゃねえ。すいません、騒がしくて。本当に寝ちゃってる方は今ので起きちゃったんじゃないかなと思うんですけどね。まあサムネを見る感じじゃどんなコースか全然わかんないんですよ。なんで早速やっていきましょう。クリア率は 1.13%。 さあまず最初にね、この靴とメカクッパがいるんだけど、このメカクッパをどんどん靴で踏んでいけっていうコースかな。なるほど、そしてピンクコインをどんどん取っていけっていう感じで、地味に難しいぞこれは。あんで、何が難しいかって言ったら、この靴を踏む場所によってメカクッパが右に行ったり左に行ったりするんだよね。それの調整がほんと難しいよね。しかもピンクコインがこれね3つあるんだよね。3つとも取れっていう感じでしょ。場所によってはめっちゃ取りにくい場所にあるみたいな。やっぱりね、この下にあるのか。こう下にある時はさ、大ジャンプして浮遊力を生かして、ギャー、次こそちゃんと行きます。こっからなんだよな、こっからジャンプ調整が必要だね。うわ、まだ下に行けってか、なかなか難しいぞこの場所。ナイス、こっから下に行きすぎたいや、2個目であの難しさだったら3個目めっちゃ怖いよね。さあここの2個目取らしておくれ。いい感じじゃない、これだから、あ、いい感じじゃないの、頼むって。うっそ待ってよ、もう取ってよ、自前の靴でどうにかしてよ。これで2個目のピンクコイン取るのが本当に難しくて、こんなにノロノロ動いてたら見てる方は結構簡単そうじゃんって思うでしょ。そんなことないよ、これ本当に難しいからね。ちょっと調整していこうか、マジ集中していくね。やっそもうちょっと下に行ってくれよ、頼む、これで取れない。よし取れた、このまま右に進んでいこうか。今の判定おかしいと思います。でもさあこっから右、もっと難しいのがあるんじゃないか。うわ、これはメカクッパ捨てていいのかな。一旦捨ててさ、こっから靴を脱ぎ捨ててジャンプ、これでクリアで、待ってくれ、靴いらないでくれ、どうだ、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。